はい、どうも、田原元就です。この動画で平安ステークス、こちらの前頭分析を行っていきたいと思っております。今年は帝王ケインズの参戦というね、そんな一戦となっているんですけれども、金量とかね、そういった帝王賞への叩き台かどうか、そのあたりもかなり重要かなというふうに思っております。では、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、カテナです。これまでダート参戦使われていたんですけれども、すべて馬券圏外になってしまいました。今回、帝王ケインズをはじめね、ダートの一戦級が揃った、そんなメンバーでもありますので、ここではちょっと苦が重い、そんな印象を受けております。はい、オーベルニです。去年のこのレースの勝ち馬ですね。当時レコード勝ちということで、渋ったダートだったんですけれどもね、そこでかなり進化を発揮した、そんな一戦でした。まあ当時というのが、この馬にとってのベストコンディション。まあすごくね、足抜きのいい馬場と相性がいいような、そんな一頭なんですけれども、おそらく今年はね、まあ振ったとしても相当時間遅いと思いますので、両馬場という僕は想定でいます。まあ両馬場であってもね、まあ2走前にこの条件で構想しておりますように、中距離の適性、こちらはね、今のこの馬にとっては、この馬に関してはね、上位に取った方がいいのかもしれません。まあ今回メンバーで言うとね、帝王ケインズを除いては、まあ、こう、どんぐりの背比べというか、そこまで大差がないような印象を受けておりますので、まあこのメンバー構成だったらね、ここでも極端に評価を落としたくない、そう思っております。はい、K.I. パープルです。これまでね、地方交流住所とか、そんなところを中心に使われてきたんですけれども、前走は久々の中央場所でアンタレスステークスに参戦をいたしました。当時は5着という結果だったんですけれどもね、勝った馬であったりですとか、上位の馬がほとんど優しい馬ということで、まあ、その状況におきまして4角先頭を奪ったこの馬、展開的にかなり不利があった、それは否めないとね、僕は思っているんですね。で、今回の舞台が中京なんですけれども、この馬、左回りでの成績が良くないです。まあ、数字で言うと0003ということになっているんですけれども、その3戦の内訳、ここはちょっとね、目を向けてみないといけないと思うんですね。その3戦というのは、いずれもややもかる不良の、いわゆる足抜きのいいね、そんなダートだったんですね。この馬に関して言いますと、これまで挙げた7勝のうち5勝、5勝というのは両馬場の乾いたダート、いわゆる乾いたダート校舎というね、そんな一頭なんですね。で、今年僕は両馬場想定でいるというところもありますので、左回りではあるんですけれどもね、ここで評価を極端に落としたくない、そう思っております。はい、帝王ケインズです。去年の JRA 賞のね、最優秀ダートホースがここに参戦するという運びになりました。前走はサウジカップというところで、ここは休み明けでの参戦となるわけなんですけれども、まあ当然、狙いは次走の帝王賞、そこにあると思うんですね。なので今回、金量59キロということもありますし、陣営もちょっとね、叩き台というか、そういったニュアンスをちょっとは漂わせている、そんなところがあるんですね。とはいえ、そういった、もろもろの部分を差し引いたとしても、2走前のチャンピオンズカップ、この勝ち方がとんでもなく強かった。そこはね、絶対見逃してはいけないと僕は思っているんですね。しかも今回出走する馬というのが、その時に、まあ、ほぼね、1秒以上下したような、そんな馬たちが出走するという運びとなりました。ちょっとね、外枠だったら、ちょっともしかしたら危険かなと、そんなところもあったんですけれども、偶数番の内枠ということでね、極めてチャンピオンズカップに近いような、そんな条件が揃いました。まあ、59キロと休み明け、その不安条件は確かにあるんですけれども、この馬の能力が、例えば今回 70% しか発揮されなかった、そういったことを考えましてもね、圏外というなかなか僕の中で正直想像しにくかった、そんな印象だったんですね。まあ確かに金量きついです。休み明けのローテでもあります。なんですけれども、ここは絶対能力を評価した、そんな形でのね、今回の評価という風になりました。はい、名称ハリオです。4走前ですからね、中距離路線に転じまして、そこから成績が安定しだした、そんな一頭ですね。G1 のチャンピオンズカップ、こちらの方は馬券圏外になってしまったんですが、前走マーチステークス、こちら休み明けだったんですけれども、鮮やかな滑り出しで重賞2勝目を飾った、そんな一戦でした。まあ前走のパフォーマンス考えたらもね、ここも引き続き好勝負が期待できる、そう思ってしまうところではあるんですけれども、前走が休み明けだったんですけれども、関東遠征でマイナス16キロの馬体重。まあ、もろもろね、いろんな要素あると思います。輸送ベリとかそういったものあるんですけれども、僕の中だとちょっと減りすぎかなと、そういうふうに思ってしまったんですね。今回はそういった減った馬体とかね、そういった部分に気を使いつつの調整だと思いますし、2回使われた中京だと、それはいずれも馬券圏外でした。確かに前走覚醒の可能性、ここはちょっと否定できないんですけれども、今回僕はね、抑え程度というような、そんな評価といたしました。はい、ブルベアイリーデです。これまでオープンクラスで馬券内に7戦入ったんですけれども、7戦中5戦が距離延長ローテ。まあ、すごく距離延長に相性がいいような、そんな一頭なんですね。前走は2008を続戦だったんですけれども、それでも3着ということでね、大崩れはしませんでした。
この馬もね、さっき申し上げました K.I. パープルと似たような乾いたダートが合うようなそんなタイプでもありますので、そしてちょっとここで連帯はちょっとなかなかね想像はしにくいんですけれども、3着とかそういったゾーンにおいてはね、注意した方がいいのかもしれません。はい、デルマルーブルです。金層は見せ場のない競馬が続いてしまっています。ここで厳しいと思います。はい、スワーブアラミスです。これまでね、2走前に重賞を勝っておりまして、すごく中京との相性に関してはね、申し分ないという、そんな一頭ですね。前走がフェラリステークスだったんですけれども、当時がワンターンかつ、芝スタートの東京ダート 1600m、この条件非常に癖がありまして、いわゆるザ・ダート馬みたいなそんなタイプはほぼ来ないというね、そんな印象なんですね。それこそオメガパフュームなんかがね、小判になってからそんな傾向を示しておりましたので、この馬自身はねやっぱスタミナが勝っている、そんなタイプと言ってね差し支えないのではないでしょうか。で、今回の舞台が2走前と同じ中京があり、重賞を勝っているそんな条件でもありますので、何らかのね印を打った方がいいのかなと思っております。はい、サンライズホープです。この馬非常にねローテーションで成績が分かりやすい、そんな1頭なんですね。これまで距離短縮ローテ、このローテーションにおける成績が1005なんですけれども、距離延長ローテ、そちらに関しては2200とね連帯率 100% をキープしている、そんな1頭なんですね。これ先ほど申し上げました K.I. パープルであったりですとか、ブルーベアリリーで、どっちかというとそのタイプなのかなと僕は思ってるんですけれども、どっちかというとブルーベアリリーでの方が近いですかね。いわゆる距離延長でこそ進化を発揮する、僕はそんなタイプだと思っております。で、そうですね、この馬自身春競馬におきまして2020年2021年、この2年連続で勝利を収めておりまして、いわゆる気温上昇期ですよね、この舞台においては非常にこの馬にとってすごくね好条件が揃ったと、そんな風に言えると考えております。で、そうですね、極端な逃げ馬っていうと、ダノンファラオが行くかどうかぐらいか、それぐらいだと思いますし、その馬より今回うちに入ったので、思いっきり、こう先手行ってやるみたいな、そんなことを主張してしまえばね、普通に花は取れると思います。そういった競馬だと、この馬非常にしぶとい面を見せてくれるとね、僕は思っておりますので、今回、要警戒の一頭、僕はそう考えております。はい、スマッシングハーツです。2走前に中京の舞台を勝っているんですけれども、当時の勝ち時計、こちらがね、ちょっと平凡と言わざるを得ません。重賞即通用というものに関してはね、ちょっと難しいと考えております。はい、サンダーブリッツです。前走東京 1600m でね、鮮やかな差し切りを決めた、そんな一戦でした。前走勝っているという勢い、そこに関してはね、一つ注目かとは思うんですけれども、この馬自身ね、これまで挙げた5勝のうち4勝、それがね、マイル戦だったんですね。やっぱその 1900m 以上の距離経験、これが1回もないのはね、ちょっとさすがに気になってしまいました。特に今回なんですけれども、中京ダート 1900m、 ここはね 2回の坂越えというかなりタフな、そんな条件なんですね。やっぱ最低でもこの距離であったりですとか、ギリ1008ぐらいはちゃんとこなしてほしいという、そんなところもありますし、やっぱこの馬に関してはね 1600m、 これが一番合うと思っております。それこそねちょっと先の話になってしまうんですけれども、秋の東京ダート 1600m の武蔵野ステークス、この辺りまでねちょっと忘れないようにしたい、そう考えております。はい、グレートタイムです。これまで小判になってからね、オープンクラスの馬券内、これはすべてダート 2000m 以上、こちらに限定をされておりました。ということですのでね、いわゆるスタミナに関しては、このメンバーでも結構上位に来るのかなと、そう思っているんですね。で、今回の条件というのが、中京ダート 1900m、こちらの方がね、2回の坂越えがあるという、そんな高な条件なんですね。ギリギリ距離としては対応可能だと僕は思っておりますので、そうですね、とはいえちょっと突き抜けるとか、そこはちょっと僕の中で想定はしておりませんので、暇穴とかね、そういったゾーンで警戒してもいいのではないでしょうか。はい、ダノンファラオです。金層に関して言いますと、地方交流受賞、こちらの方に馬券圏内がね限定されている、そんな一頭です。今回久々の中央ダートということもありますので、ちょっとね不安要素としてはかなり大きいのかなと、そう思っております。はい、ヒストリーメーカーです。去年の秋以降なんですけれども、勝ち馬とね、すべて0秒7以上、離されるような競馬に終始してしまいました。で、今回左回りの中京なんですけれども、左回りでの成績が0014とね、1回も連帯がない、そんな一頭でもあります。外目の枠を取ってしまった、そんな部分も含めまして、ちょっとここではね、評価を下げたいと、そう思っております。はい、ダンツキャッスルです。金層掲示板外がね、ついてしまっております。この馬に関しては、ダート1700m、ここが合ってると思っておりますので、夏の北海道シリーズとかね、クラとか、そういったところで見直したいと、そう思っております。
はい、ペルセウスシティです。近走中京でね、連続コースを続けている、そんな一頭ですね。なんですけれども、まあ、今回重賞というメンバーに加えまして、この金2走の構想、いずれも足抜きのいい、そんなね、渋ったようなダートでした。この馬にとってその条件が一番合っている、そこは間違いないとね、僕は思っておりますし、3勝クラスにおきましても、両馬場においては、ちょっと馬券圏外にほとんどないような、そんな一頭となっております。まあ、明日の中京、僕の中で両馬場というふうに考えておりますので、その条件での重賞即通用、こちらは厳しいと判断をいたしました。はい、以上で平安ステークスの前頭分析は終了となります。今年なんですけれども、帝王建造等を取るか、ここなんですけれどもね、かなり重要ではあるんですけれども、やっぱ能力値で言ったらね、断然抜けているのは間違いありません。ただその中にあって叩き台という部分もね、多少はあると思っておりますので、逆転の目が全くないわけではない、そういったところを反映したそんな前頭分析となりました。この動画が参考になるのでぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。